夢のコラボレーション、ここに実現。左官長兵衛は酒と博打に明け暮れ貧乏生活。博打ばっかり。帰ってくりゃお酒。お父っつぁん、おかあね。娘が身を売った50両を手にした帰り道、身投げをしようとする若者文七に出会ってしまう。何すんだい。怪我でもしたらどうするんだい。何を言ってやんでこっち来よう。豪華顔合わせによる名作舞台がシネマ歌舞伎になってスクリーンに登場。この面白さはとてつもない。泣いて笑ってとことん楽しんでいただきましょう。シネマ歌舞伎最新作人情話文七もっとい。